北斗がごとく前回の続きからプレイしていきましょう。検証さん、キサラ様から至急カテドラルまでお越しいただきたいと。来たか。カテドラルって言いづらくない？ユリア様を殺しに来たのですね。世界を救うにはこれしか方法がないのだ。3年前と同じだ。私はもう一度この手で人を殺めなければならない。母上のことですね。なぜあの時スフィアシティの秘密を話してくださらなかったのですか。全て話してくれさえすれば父上に刃を向ける必要もなかった。なのにどうして。このスフィアシティの秘密はあまりにも重い。お前にそんな重荷を背負わせたくなかったのだ。だから私は教皇という仮面をかぶり、お前の成長、この町の様子を見守るしかなかった。父上。だがもうそんな悠長なことを言っていられる状況ではなくなった。私の使命を果たすしかない。殺す気か。許せ、北斗の男よ。もはやそれしか道はない。さもなくば世界を滅ぼすことになる。俺は世界を滅ぼす気はない。そしてユリアを失う気もない。別の道があるはずだ。君と問答している時間はない。まあそうなるよな。邪魔をするなら今度は本気でやらせてもらうぞ。来るがいい。ナダイ、行くぞ。前のやつ本気じゃなかったんですか。本気でやらせてもらおう。行くぞ。困るな。うわ、なんだ。危な。全然減らねえんだけど。よし。はい。よし。はい、やばい。はいはいはい。なんか前に戦いすぎなってないな。オッケー。
よし。そんな飛び方する？痛い。危ない。はい。はい。はい。OK。はい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 。まだでも第一形態だろうとは思うんだけど。はいはい。オーケー。全然ガードしてこないんだもんな。鬼の力見せてくれよ。なんだそれ。まあ、第二形態だよね。いた。あんま変わんない。あんま変わんないな。ちょっと危ない。おいおいおい。つえ。あ、ちょっと。オッケー。オッケー。よいしょ。北斗八門九段。こいつあいつより弱えぞ。まだまだ。危ない。よし。すげえ。あやばい。危ない。危ない。あ、ま、間違えた。間違えたんだって。こんな長い QT を間違えたんだって。長大さんも弱くないですか。あ、え、勝ったの。手抜いてた。勝負はついた。そんなに簡単に引き下がれるか。お前の部下の方が強かったぞ。止めねばならんのだ。スフィアシティ王。もうおやめください父上。これ以上はもう。貴様誰だ。お前か。え、お前ラスボスだったりする。でもお前の方が強いんだよな。いやー、ありがとうありがとう。これでやっと全ての目的を果たすことができたよ。タルーが、なぜお前がここに。さあ、扉は開かれた。全軍突撃。奇跡の場を制圧しろ。待ちな、ケル。動くんじゃねえぞ。え、キサナがどうなってもいいのか。は？ジャグレ。あら、ジャグレの言うことが聞こえなかった。お前もかよ。動いちゃダメよ。お前はライラ。安心してね。ちゃんと世界が滅亡しないよう、あなたの女は教軍が始末するから。ジャグレ、どうして。許してくれ、貴様。これが俺の、いや、俺たちの本当の目的だったんだ。どういうことなんだ、ジャグレ。うん、
理解が悪いね。ジャグレもライラも僕の仲間ってことさ。復讐を果たすため今日まで手を組んで名代を探してたんだよ。復讐？3年前の事件の後、名代が町から出て行ったのは目撃されていた。僕らは絶対に名代が生きていると信じて復讐を果たすため行方を追った。僕はエデンの外の情報を探るため凶王軍に。ジャグレはエデンに入ってくる者たちを見張るため衛兵隊長に。そしてライラはエデンの大衆たちを監視するためナイトクラブの支配人になったのさ。全ては父上を探すために。ケンシロウ、君とユリアという女には感謝している。君らがエデンに来てくれたことで3年間わからなかったナダイの居場所がわかったんだ。ユリアが奇跡の間に入ったことで動かなかった凶王が突如動き出した。秘密を抱える人間が動けば当然ボロは出る。凶王がジャグレに放った剣、そして君がジャギとコロセームで戦ったあの日、ナダイが僕の部下に放った剣を見て確信した。ナダイは凶王なのだと。あの時か。あんたを探すために忠誠を誓った凶王がまさかあんた本人だったなんて、たまげちゃうよね。あなたたちはなぜそこまでして父上を。そうか、見覚えがある。その銃はジャグレとやら、お前はあのラジャの子なのか。やっと分かったのかよ。なるほど、タルーガとこの女も同じ理由でここにいるのだな。そう、俺はあんたがスフィアシティの謎を隠すために殺したエデン衛兵隊の初代隊長ラジャの息子だ。そしてライラとタルーガは親父同様あんたの剣で廃人にされた衛兵たちの子だ。父親の敵討ちか。それでお前たちは裏で結託しナダイに復讐する機会を狙っていたのか。確かに私はスフィアシティの秘密を守るため施設の中に入ろうとする者たちに剣を打ち正気をなくさせた。てめえは精神崩壊して廃人になった衛兵たちを病にかかったことにして町から追放しやがった。そしてライラとタルーガの父親はな、なんとあの鬼月村にいたよ。化け物になり果ててな。申し訳ないと思っている。だがああするほかなかったのだ。じゃあ俺の親父はどうして殺されたんだ。立派に兵長を務めていたはずなのにどうして。それは君の父親ラジャが私の妻を人質に取り核の力を手に入れようとしたからだ。なんだと。そしてラジャは妻を撃った。君が今手に持っているその銃で。私はラジャを殺し妻を抱いて奇跡の間へと入った。だが妻は世を救うため自らの命を犠牲にした。あの光は砲台にセットされた核ミサイルへ充填されるエネルギーが漏れ出たものだ。まさにあの光こそ世界を滅ぼす悪魔の光。私は恐怖し妻を救うことを諦めた。うるせえ！それが何だってんだよ。私を殺したいというのならそれでいい。だがこの町とキサナは助けてやってほしい。頼む。
そろそろ復讐の時間といこうか。まずはジャグレ、その娘を殺せ。何？やめろ、貴様は。娘は関係ないだろ。うるさいな。あんたにも身内が殺されるって痛みを味わわせてやりたいんだよ。さあやれ、ジャグレ。ジャグレ、どうしたの？早くやんなよ。まあできないよな。無理だ。こいつだけは許してやれないか、タルーガ。何言ってんの。3年前からの約束だったはずでしょ。分かっている。結局は聖女様に惚れちゃったわけか。まったく、しょうがないな。すまねえ、タルーガ。あ、これは殺され。お疲れですよね。タルーガ、あんた。ついでに君もお疲れ。貴様、よく状況を理解しようね。復讐がしたいのだろう。早く私を殺せ。やるけどさ、あんたも理解してないよな。復讐は僕にとってどうでもいいってことさ。どういうことだ。僕の本当の狙いはスフィアシティだから、ライラを通じて強王軍のアジトにケンシロウをおびき寄せ、その間にあんたを泳がせてこの扉を開けてもらったの。狙い通りに動いてくれたね。貴様、ややこしいやり方してごめんね。本当だったら直接あんたを拉致して扉を開けさせればよかったんだけどさ、あいにく僕の体には事情があってね。うお、メカメカしい。な、それは機械の体か。そう、最終戦争で体の半分以上が吹き飛んじゃったんだ。あんたの命と機影剣は機械を狂わせる力がある。僕にとって一番の天敵なんだよ。へえ。そこで僕は考えた。僕の代わりに誰がナダイを倒せるかってね。ああ、やっちゃった。それが俺だったというわけか。強いあまりに。大正解。あとは君らを殺してスフィアシティをいただくだけだ。あ、この野郎。ちょっと弱体化してないかな。何をしている。早く奴らを追うのだ。教えてくれ、ナダイ。あの透明なドームを閉めることはできるのか。何？時間がない。早く教えてくれ。奇跡の間に緊急防御装置がある。女が眠る場所の近くにある赤く光るボタンだ。それを押せば施設内の全ての扉が閉まり、防御機能が働いてドームが内部のどんな物理攻撃も封じ込めるだろう。ミサイルが発射されても外の世界は無事だということだな。おそらくは。だがお前たちは。分かっている。俺はユリアに会えればいい。会って話がしたい。それができれば十分だ。
先にいたザコたちはあ、いっぱいいた。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょう。次回タルガ戦までやっていこう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。